さあ、生放送でお届けしております京都アカデミーです。続いてのコーナーは京都職人工房なんですけれども、今回はスポーツの職人さんにスポットを当てたということですね。海平さん、はい、今回の京都職人工房では、先ほど特集でお伝えした京都トレーニングセンターのセンター長に就任されたスポーツトレーナーの間口博之さんを取材してきました。それではこちらの VTR をどうぞ。ジュニアアスリートの育成強化拠点を目指して完成した京都トレーニングセンター。そのセンター長を務めるのが、北京、ロンドン両オリンピックでアーチェリー日本代表のトレーナーとして活躍した間口博之さんです。国際規格に基づいたですね、トレーニング機材、測定機器が全て揃っておりまして、やはりこのようなあの施設っていうのは日本全国でも珍しいと僕自身も思っています。その練習場所、宿泊でかつトレーニングもできるっていう時間が短いと、逆に自分自身がフリーになる時間も増えるんですよね。そのオンオフの切り替えっていうのも自分の時間の中で、練習合宿の時間の中でコントロールをして、そういうコントロールする自己管理っていう能力もこの施設を通じて身につけることもできるんじゃないかなと思いますね。京都トレーニングセンターでは最新鋭のウェイトトレーニング機器を備えたほか、競技映像を解析できる動作分析室があります。映像を後から確認をするっていうシステムがトレーニングセンターに入りましたので、実際にはこういうふうにスクワットをやっているんですけども、今表示で出しているのは5秒遅れで出しています。横の映像っていうのは選手自身は見れないんですけれども、これを終わった後に何回かの映像が自分でも確認、ああいう形で自分のこの主観プラス映像の客観っていうのが入ってくることによって、あ、こういうふうに意識しないといけないなって再確認のものにもつながっていきますね。さらに筋力のバランスなどを調べる体力測定室も整備されています。このようなあの専門的な機械を用いまして、蹴る方と引く方両方の測定ができるので、こう上げるときにこっちの太ももの前側で、引くときに太もも裏側の測定ができていくよっていうことになるんですね。右足と左足、太ももの前側同士、裏側同士での筋力差っていうのが分かってくると、この子にとってどういうアプローチがいいのかな、どういうトレーニングしていったらいいのかなっていう、その建設的な話がこういった測定を用いることによってより明確に的確にできるんじゃないかなというふうに思ってます。間淵さんは周辺の環境や丹波自然運動公園との連携でジュニアアスリート育成と地域活性化の相乗効果を期待されています。やはり2020の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、一人でも多くの京都出身の選手が活躍できるあのポテンシャルはもうこの施設の完成とともにさらに高くなっているかなというふうに思っています。そういうサポートする人たちを含めてトータル的なアプローチをしてより良い成績、2020の東京オリンピック・パラリンピック、さらに先 の国際競技大会での活躍っていうことも視野に入れて、今からスタートを切っていきたいなというふうに考えているところです。さあ、今日はご本人に来ていただきました、京都トレーニングセンターセンター長の間淵博之さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、先ほどの VTR に出てた医科学的トレーニングって言うんですか、はい、それはどういうことなんですか。はい、専門的な体力測定とかですね、はい、先ほど出た動作解析というのもあるんですけれども、うんうん、そういったものを、データ化して、それを指導者の先生方を通じて、選手にフィードバック、あるいは選手直接、フィードバックすることによって客観的なデータを明確にして、自分のウィークポイントを、はい、そこをどうしていこうかというような作戦会議だったりとかですね、トレーニング含めて、アプローチをしていくっていう、その取り組みが医科学的な、トレーニングというのになってきますね。動作解析っておっしゃいましたけど、それはどういうことなんですか。はい、今映像で流れているもので関して言いますと、なんかそう映ってましたね、はい、あれはオンタイムじゃなくて、そうです、リアルタイムで撮ってはいるんですけれども、うんうん、少し再生時間を遅くして、はい、選手がトレーニングしましたよ、でその後に、終わりましたっていうのを自分自身で映像で確認をするという作業が
一気にできると。あ、これですよね。そうです。そういえばちょっとこう時間がずれてるんですよ ね、 そうなんですよね。自分がさっきやったことを目で確かめて、はい、それでっていうことですか。そうですね。ちょうど今5秒遅れで今設定してやってるんですけども、はい、まあ、これだけではなくて例えば膝の角度を出したりとかっていうのもすぐ、うんうんうん、できるっていうシステムが入っています。そういったものを動作解析でやっていくと。すごいですねって言いながら、はい、私バランスボール乗ってるんですよずっとね、はい、これどうしましょう。まあ、バランスボールは主にこう体幹のトレーニングになって、はい、きます。で、まあ一つの例でいうとご家庭でもよくやってるんですけども、そうそう、こう体をこう、まあ、こういう腹筋のこういうふうにこうやってるつもりなんですけれども実はあまり効いてないんですよね。こう体まっすぐにしてで顎を上にグーッとするような形でやっていくんですけれどもはい、そういう形で、はい、足もしっかりやってる。すいません、はい、サーカスの動物みたいになってるんですけど大丈夫ですか。はい、こうグーッと倒してはい、戻します。無理しないでください、無理しないでください。はい、息してください。はい、戻します。はい、もう一回倒しましょう。ぐーっと、なんかすごい筋ができてませんかね。はい、はいはい、で戻します。こういう形で、まあ、腹筋のこれでいうとトレーニングをしていくというふうなものになります。すいません、今私、はい、あ、腹筋ですか。そう、これはもう腹筋ですね。あ、そうか、はい、そうか。だからやたらめったらなんか家でこれがあるからってやってもやっぱ正しい風にできてないというか、なんというか。そうですね、こう乗ってるだけでも、まあ、効果あるといえばあるんですけども、はい、より効果的にこのバランスボールを使うとなると、まあ、そういう専門的な知識を持った人の下でアドバイスを受けながらっていうのが一番いいかなと思いますね。それはやっぱり自分で勝手にね、なんか適当にやるのと専門的な方にやっていただくのと教えていただいたら、まあ、家でもできるのかななんて思うんですけど、はい、そうですね。さて、馬淵さんが北京とかロンドンオリンピックにトレーナーとして同行されたということなんですけども、はい、まあ、オリンピックに向けた の、 そのトレーニングの大切なところとかオリンピックの会場でとかどんなもんなんですか、トレーニングっていうのは。そうですね、まあ、オリンピックの会場になってくるとやっぱりそのトレーニングっていうことではあんまりやらないんですね、はい、コンディショニングっていう意味が、うん、大きくなってきます。コンディショニング、はい、トレーニングセンターでも取り組みはするんですけれども、うん、やはりその大会の当日、試合の時に自分のベストのパフォーマンスが出せるような、はい、そういった取り組みっていうのをオリンピック行ってからではなくてその事前のところで日本国内だったりとか、事前合宿、ホストタウンの話も出たと思うんですけども、はいはいはい、そういった事前合宿のところでいろいろ調整しながらいざ向かっていくと。でそういったところでコーチ、あとはサポートスタッフっていう力が大事になってくると、まあ、そういう取り組みを京都トレーニングセンターで、まあ、模擬的なところも含めてああいう環境で全自然豊かなところでやっていくっていうのが大事になってくるかなと思います。今のお話でいうとホストタウンもすごい大切だし、うん、そうですね、あとオリンピックの会場に出ていきなりシャカリキに練習はしないっていう、そうですね、調整するっていう、はい、さて今後の目標について教えてください。はい、もう2020年東京オリンピックパラリンピックが決まっております。やはりそれに向けて京都の選手一人でも多くですね活躍できるようなトレーニングのアプローチ、そういったサポート環境っていうのを、もう今日トレーニングセンターから発信できるような形でですね、お手伝いできればなというふうに思っています。そうですね。もちろん森下さんも期待されてますよね。はいはい、もちろん期待してます。施設も大事ですけども、マックさんのような素晴らしいトレーナーの、サポートを受けまして、多くのですね、方がオリンピック、パラリンピック等のトップアスリートとしてね、出ていってほしいなと思っております。本当に楽しみですよね。馬淵さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後は台湾出身のライター、抹茶団子さん、京都の魅力に迫る抹茶団子が行くです。